脳腺喉の,の奥の返答に形成された脳腺脳腺とは、咳をした時などに喉の奥から飛び出してくることのある小さな球状の塊、主に黄緑、潰すと悪臭を放つ。返答腺士、また特に石灰化し固くなったものは、返答結石とも呼ばれる。臭い玉、草玉、胆骨という俗称も持つ。喉の奥にある、 公害扁桃をはじめとした喉内の扁桃は侵入してくる細菌やウイルスなどを殺し体内への侵入を防ぐ働きがある。この扁桃の表面にある線果と呼ばれる小さな穴に白脱上皮、リンパ球や白血球、細菌界、炎症性崩壊産物、脂肪酸、コレステリン、リン酸石灰、食物残差などが溜まることにより形成される。大きなものでは 直径3から5ミリメートル程度、色は薄黄色、黄緑色、または乳白色をしており、潰すと下水道が逆流した際のような、あるいは声だめのような強い周期を放つ。喉の構造や扁桃の形状などにより、体外排出に個人差はあるが、脳腺自体は誰でも持っているものである。また、特に冬は空気が乾燥し、 最近の付着したゴミやホコリが舞い上がりやすくなるため、脳栓の量が多くなる、または大きめの脳栓が形成される傾向にある。刺臭病などの心当たりがないのに口臭が自覚される。場合、脳栓の可能性がある。ただし脳栓そのものが人体に悪影響を及ぼすことはない。これが口腔内にあると何かがこびりついたような感覚を覚える。予防策としては茶でうがいをする。 歯をしっかり磨いて、食べかすなどを除去するという方法がある。うがいをすることで簡単に取れる。咳やくしゃみ、あるいは何もしなくとも自然に出る場合が多い。自分の舌を使って取ることも可能であるが、かなりの練習を要する。強引に老線を取り除こうとすると、返桃や粘膜を誤って傷つける恐れもある。耳鼻咽喉科などで除去してもらうことも可能である。 なお、返答を切除することで、納線が全く出なくなることも多い。ウィキメディアコモンズには、納船に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。